はようございます。モーニングコーヒー、モーニングコーヒーですね。おはようございます。ありがとうございます。今日はいつもの工場から離れて、はい、風俗巡りです。いや違います。僕は幼稚園でやったことありませんから。まあ車の中からいきなり始まっておりますけども、何しに行くんですか。南ガキ、南愛媛の南予地方の方、はい、はい、行きます。うろ覚えないな、はっきり聞き取れんかったんやけど、はい、平成15年から乗ってないのか15年乗ってないのかどっちかなんです。もこれすっごい変わるよね。だいぶ違うやん。だいぶ違うよ。回る年数変わるけどね。いやですよね。そうで、まあ、それを3日 GTR を、うん、車検を受けて乗りたいと。お、どんなですかね、そのいくらぐらいかかりますかね、車見てみて、ね、まあね、もう言わんけ。佐々木さん前ね、最近ちょっとお休みしとるけど GTR もね、ちょうど3人 GTR も作業やっとって、その合間にちょっと別の作業が入ってしまって、あれはまあ自分の車ですからね。というわけで、まあ、ある意味延長線上の作業でまた新規のご依頼があったということで、今回は原車確認、そう、原車確認、はい、にちょっと行きたいと思います。なんか美味しいもあったらいいね。ああ、ええですね。ね、四国の美味しいもちょっとご紹介できたら。何が有名なの？ジャコテ？最近話題の。乗る？あとタイ飯とかね。あ、タイ飯、ね、あっちまではいかんのかな。そうなんよ。愛媛県もタイ飯が2種類あるからね。そうやね。ね、どっち派？うちは南陽派の。なるほどね。住みは違いますけど、南陽の方のタイ飯が好きです。私もね、最近ね、はい、そうなんよ。あ、そうですか。そう。もともとはでも、食ってなかったけん、炊き込み流行ったよね。うまいっすよ、ね。うまい。あれ、ドロドロって入るんだね。そう。すぐ食ってなんか、ブッと膨らんで。日本人ってこう、生の食感が好きじゃないですか。じゃあ、なんでニヤッとするのよ。言いたいことわかるけど、なんでニヤッとするのよ。まあ、そんなものもお楽しみに、はい。そう。していただけたらと思います。北折やろ。北折。まあ、メインは3人ですからね。あ、そう。どんな状態なんかね、はい、どんな状態なんかを今からチェックしに行きたいと思います。はい、はい、じゃあレッツゴー。はい、ここよ、ここで、うん、ガラガラして買い物するのは絶対いいと思うよ。だけど同じ柄が出てきたらなんかダサいよね。あー、あーで、まあ、2、3時間おって、はい、行ってこい、止まってるじゃん。定期やけど何もでもあるから。なんなんこれ、もういつもなんかぶっ込みやがって。いやもううちの気分です、ね、ああなるほど、はい、じゃあ到着しました。はい、はい、着きました。はい、じゃあもう横にね3人おりますから、うん、あれは違う、うちのエブリーが、あれは違う。では早速、はい、はい、オーナーさんの許可もいただいたので、はい、見ていきましょうかね。はい、ということで、はい、はい、じゃあ今回チェックしている3人はこちら。じゃん、てかね、ヘッドライトめっちゃ綺麗くない？確かに、めっちゃピカピカですね。なんでこんなに綺麗なのヘッドライト。結構メンテされよったんですか。いや、放置。あ、そうですか。え、どのぐらい放置ですか。15ぐらい、5年ぐらいないかも。あ、ということは平成じゃなくて15、6年放置しとったって。あ、ならまだマシな方やったね。あ、シルビアやったんですよ。シルビアも2台あって、はい、シルビアは13 14です。14、はい、2台乗りしてたんですけど、あの悪いのって下ろしてもらったことあるんですか。ここまで支えが入ってたんですか。はい、そこで引っ張ってもらってさっきそっちを見させてもらっていい。どうぞ。じゃあちょっと本田さんに、はい、話を聞いてもよろしいですか。はい、こちらはもうずっと若い時から乗られるんですか。いや、これ30ぐらいで中古ですね。中古で。あ、そうなんですね。はい、その前はまたシルビア。シルビア乗って。ちなみにドリフト？いや、ドリフトじゃないです。ただの好きで。あー、なるほど。お子さんがなんか生まれたとかで。そうそう、それで。あー。もう車検切って今フリード。今回はちょっと、まあ、新規行って復活させようと。復活させよう。あー、いいですね。入り口がバックで入れろか。あー、ケツがローラーの、ね、コロのとこが低いっていう。そうか。怪しい。引っ張るもんね。下の具合はどんなですか。いや、それなりよ。上から見た感じはすごい綺麗です。うん。いや、サビがやっぱりね。いや、もうしょうがないです、これは。うん、絶対出るって。
もうあれなんか特に 出ますけどね。ああなるほどね。ああでも車検には関係ないけど、ただやることだいぶあるなこれ。まあブレーキはもう間違いなくやらないかんですね。ちっちゃい羽引きちぎってそこからちょっと頭も調べてサビで引いてたのこの間。なるほどね。引きすぎたの。レンジャーやな。ていうかこれ初めて見た。ニスモの。これ何ですか。ニスモです。ニスタンの後ろの。すごい。と思うよ。サビやん。ちょっと座らせますか。あ、全然ダメだよ。汚いですけど。そんなこと臭いし。全然どうかよ。さあ、クラッチ怖いな。戻ってきますね。うん。でも。動いてないな。ああ、ブレーキも。まあ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 、それはね、仕方がない。その辺はもうやらないかんね。うんうん。これが引っかかってなんか取れんかった。なるほどね。ひっついたんやろ。うん、あのゴムとプラスチックが、じゃないかな。全然取れんわ。取れた取れた。ここ引っ掛ゴムがカチカチ。あ、なるほど。水入っとるけどね。ね、入ってますね。うん、割合なんか、うん、勝負早そうやね、うん。ちゃんと入っとるし。うん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 、まあかけるには一回全部ラグホールから。そうですね。やっとかんかったら、うんうん。割合なんかいい感じですね。いや全然安心した。ね。もうすごいイメージしかなかったよ。ここの画像しかなかったんで、ここしか送られないっていうことは多分すごいことなっとんだろうなっていう。すごいことなってると思うんですけど、キノコが生えとったり。自然に帰るようですよ。エアコンとかはちょっと怖いですね。エアコンも一回変えたんですよね。あ、本当ですか。いつも。あ、でもそれは15、16年前の話でしょ。あ、別にホース類も柔らかいよ、うん、ヒーターホースなんかも柔らかいし、うん、まあ、あとは燃料系、まあ、やるんだったらそのかけた時、まあ、かかってからなんですけど、まあ、当然まあプラグとかもそれも変えないかんし、まあ、油種類全部変えないかん、クーラントも当然変えないかん。で怖いのが燃料ポンプなんですよね。回ってるんじゃないですか。回ってるんじゃないですか。サルコやっぱ樹脂やね。あ、樹脂ですか。これ樹脂やろ。樹脂タン。うん、そうなんよ。R は確か樹脂タンやったはずなんよね、はいはい、と思って。サビね。そうっす。ただ中身の、ってるそうっす、あのゲージとかポンプがいかんですよ。うんうんうん。ライフォース全部や。懐かしい感じです。すごい懐かしい。これひょっとして室内水漏れてます？それはわからない。カビ臭くはないんやけど。うん。これがどっちなんやろ思ってね。あ、その辺からですね。うん。荒木さんのまたあの、いや、またあれやる？サンディの。もうやよー。あのフロア修理。なんか錆びてる感じですか？いやー、怖いなと思って。ただこっちから入っとんやったらええけど、まだつなぎ系が錆びとんだね。まあまあそこは一回入ってみんと、うんうん、この辺ちょっと一回バラしますんで、はい、でバラしてあの水が入っとるかどうかちょっと見させてもらいましょうね。直す直さないは別なんですよ。はい、それが分かっとったら対応できるじゃないですか。はい、雨の日は乗らないとか、フラをねカバーかけとくとか、はい、そこが分かるだけでも結構そのこっから先のね GTR のその寿命は全然変わってくるんで。極力やっぱ安に直したいと思うんで。やってからやね、現地で。うんうんうん。ひょっとしたら、ジャッキ上げた場所で、チェックできるかもしれない。あとその、電気系統、まあ、センサー類の異常でかからない時もやっぱ出てくると思うんですよ。で、そういう時は必要なパーツがやっぱ出てくるんで。R の部品もないですからね。だんだんなくなってね。ねえ。ハイバイナーで。ですよね。やるなら早めにせんかったらオーバーなんですよね。うん、エアフロ1個10なんですよ。エアフロなしにしてってなるんすよね。
そうやったらフルコンディションかとかね、なるっすよね。いや、でもお金だん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 加算していっけんね。コンピューターノーマルですか？ノーマルだと思います。でもこれ中古やけん。あ、なるほど。足もなんか懐かしいの出てきたこれ。よいしょ。間のパッキンっていうか、あの紙、ここのね。おお。あ、やば。何やった？ガブ、GAB か。よっしゃ、 OK です。電車買う時に終わりました。はい、オーナーさんすごいいい人やったんですね。めっちゃいい人やった。めっちゃあの後ね、撮影終わった後も、まあ、結構ね話させてもらって、愛媛ならではのね、そう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 、ね、みかんいただきました。ありがとうございます。大喜び。こたつでみかん最高。あ、最高っすね。見た感じすごい状態は思っていたより全然悪くない感じですね。でね、オイルとか冷却水も残っとったけど漏りうる感じもないし。ないね。佐々木さんもね、芸者の時言おったけど復活ちょっと早そうみたいな。うん、勝負早そうやったね。ね、あのうちならではのやり方が多分あると思うんやけど、はいはい、そのやり方でね、うん、まずはエンジン回る、あの回すことができるように。うんうん。あれもね、いろいろ悩むんやけどね。ああ、そうですね。まあ指導、最初の指導方法は様々やけど、そう、まあでも基本的なやり方は大体、ね、大体一緒やから、うん、まあそれに沿って、うん、はい、やっていただけると思います。やっぱりそのお金かけりゃかけるほど綺麗になるけど、うん、オーナーさんがそこまで求めとるかっつったら微妙なとこなんで、うんうん、やっぱオーナーさんの意見を聞きながら。そうよね、はい、うん、じゃないとね、勝手に何でもかんでもしていいんやったら ね多分すごい請求書になるよ ね、とんでもないですから、束でくる。いや、恐ろしいです。なってしまうけど ねオーナーさんの意向に沿って、はいはい、やっていきたいと思います。はい、これから工場に帰りましょう。うん、せやね。飯は？あ、美味しいもの食べましょう。何系？何でも。結構メニューあるんですね。うん、あ、海鮮丼がある。嫁さんが喜ぶやつやこれ。ええことだ。うん、連れてきてあげようかな。嫁が喜ぶのが一番やん。いや、本当に。では、ご飯終わりました。はい。めっちゃええとこのご飯やった。うまいやろ。いや、美味しいです。あれで1000円、1078円やったっけ。そうそうそう。いや、すっごい安い。うん、寿司がね、何貫？6貫？5貫？5貫。うん、5貫で、ネタがね、めっちゃ良かったっす。美味しかった。で、ビーフ。イメージしとったビーフと全然違ったけど。ほうやろ、やっぱほうやろ。うん、全然違った、ね、うん、なんかあの、あんかけのビーフやけどちょっと細めのね、細めのラーメンに近い、うん、そうそうそう、感じですごく美味しかったです。というわけで、まあ今回はとりあえず芸者確認の旅ということで、まあ今回ね、ちょっとあの芸者見させてもらって、はい、今後の予定もね、またシリーズ化していくことになるやろから。間違いなくなるね、あれはね。サニー GTR の行動復活、行動復活計画、計画でいいんじゃないかな。そうか、まあ、そんな感じで、まあまあ、セミやね、まあ、セミレストは、ね、セミレストや ねとりあえず公道を走ってオーナーさんに笑顔になってもらうために、はい、これから田崎さんには頑張っていただきたいと思います。またわしかい。はい、僕は撮りたいと思います。というわけで、今回皆さんありがとうございました。また今後も頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。